ていう判断で一瞬でジャンパーに切り替えて、やっぱりいい判断ですよね。はい、そしてミドルポストからレイ・パークス・ジュニア、お互いにファーストオフェンスは決まって2対2のスタートです。はい、ちょっと気をつけてほしいですね。まあ、前節も 前半でファウルトラブルがあったという寺園シュートでありました。大田トップの位置からスリー、なんとか相手のミスに助けられましたよね。サボンズ、そしてレイ・パークス・ジュニア、この選手もやっぱりポストプレー上手なので、エベッサとしてはどう対応するかですよね。ハマットボンズドライブですよね。ボンズ右からのドライブ、やっぱりここは得意なんですね。じゃあ、はい、ただこれを松下選手が今みたいに手だけでいくのか、それとももう体全部でいくのか、体全部でいった場合にレイ・パークス・ジュニア選手がコーナーで待っているので、どちらをまあ優先するかですよね。ショットクロックはたっぷり22秒ありますが、ここ鈴木カーのパス、ゴーダレイへ。島谷選手、この北海道のチームのアシスト王なので、アシスト期待ですよね。レイパーツジニアからボーディニルゲルンゲエンドワン。島谷選手、この北海道のチームのアシスト王なので、アシスト期待ですよね。レイパーツジニアからボーディニルゲルンゲエンドワン。選手との関係性、日本人島谷選手がついたこのミスマッチを分かっているので、まあ、自分が打ってもよかったんですけど、ちょっと苦しくなったので、もっといい方法を選んだっていうところですよね。はい、ナイスパスでした。さあ、土屋のコントロールからルーサーアタックします。この、まあ、ミスマッチができていますが、ここはうまく生かしました。大阪の得点はややここ伸び悩んでいるところですが、ここターンオーバーにもなりかけましたが、それを救ったマット・ボンズ、そしてルーサーです。さらに木下、こう菊池ついていきます。ショットクロックがあと10秒、スクリーン使って飯尾がショットを打つ、決める。代わってというこの竹内も入ってきた大阪の攻撃からスタート、木下、それから左には飯尾がいます。今木下ボール持っていますが、このハイポストからのショットを決めました。広下誠です。ゲルン、そして左にパークスジュニアがいて、ボールをもらいに行った。レイアップに行った鈴木達也、よく決めましたね。これで北海道を20点に乗せました。マットボンズ3、そこで攻めてくるんだと思います。鈴木達也、マットボンズ3ポイント、2本連続、マット・ボンズの3連発です。オフィシャルタイムアウトが明けて、大阪の攻撃からスタート、パークス・ジュニア3、パークス・ジュニア、マット・ボンズへの合わせ技決まる。40点に大阪が先に乗せました。からパークスジュニア、星野とのマッチアップです。ターンしてレイダレイのシュート、エンバン。星野のファール一つ目、今のプレーどうでしたか。そうですね、あの行くことも、鈴木右からドライブ、マットボンズアタックする、リング下ターンして冷静に沈める。大阪も得点です。マキ、うまく剥がしてミドルシュート、はい、綺麗に決めました。昨シーズンの松下選手、やっぱスコアのイメージが強いですよね。得点取れるぞっていうのを証明したシーズンだったと思うんですけど、パークス・ジュニアの3でお返し。この辺り大阪、今日の試合は何回も流れを断ち切っています。さあ、そしてトランジションから最後は鈴木達也、大きな歓声が沸き起こりました。大きにアリーナ舞島、1本目のこの気持ちですよね、はい、ここですよね、ちょっと映ってはないんですけど、はい、この繰り返しがすごいんですよね、はい、ここは右方向へと回します。ゴールです。ビハインドザタッからルーサーへのスリーポイントシュート、ああいいですね。決めました、ザービーター。レイパークス・ジュニア 0.5 秒しかない中を決めました。
ぱりあそこまでスクリーンが引っかかってノーマークになるとやっぱ 0.5 秒でもフィニッシュいけますね。はい、もうちょっと北海道としては粘りたかったです。もったいない。9点差、1桁点差に戻しました。スクリーンをかけて牧、最後クローター、60ポイントに乗せる大阪。そこに乗せないというところも一つポイントになるかもしれません。マットボンズ関したテクニックを見せた、ステップしてシュートを決める。日本のこの B リーグのバスケットにも合うと思うと話していたアレン。さあ3点差からの、今度はかなり遠めのところから取り合いになってるんですけど、やっぱ北海道としてはこう切りたいですよね、うん、しかしいい連携が決まるか、どうだ、決まった。大阪時間をかけさせたのはディフェンスとして、大阪攻めます、押し込む、パークスジュニア押し込んで勝ちました。鈴木ルーサー今日はスリーも決めている。パークスジュニアは左サイド、ただボンズが行く、スクリーンを使いながらレイ・パークスジュニア、ディフェンス陣をかわしながらこのタッチアップ、スリー、レイ・パークスジュニア。エベスタとしては残り2分ですけど、やっぱりここですよね、叩きかけるとしたら。さらにレイ・パークスジュニアのスリーが止まりません。84対73、11点差になりました。スリー連発、どうだったんでしょう。これもなんですけど、ゲルン選手のこのドライブのボール、ドリブル2つ、これってリングに向かってないんですよ。はい、はい、なら打たないですよね。タイムをうまくマネジメントして3をボンズが沈めた。87対73、このマットボンズ、レイ・パークスジュニアが3を決めれば俺も決める。マットボンズ3つで3本で、はい、もう一気に行きましたね。うん、鈴木とテナゾのピック使ったゲルンへ、そのゲルン連携技で追加点、すごいパスです。ナイトリバウンド取った、しかし最後取り切った大阪、相馬のレイアップで締めました。これはノーバスケットです。ですが大阪エベッサホームに戻ってきて連敗ストップ。